久保さん。今回、感情貯金の使い方にしましょうか。感情貯金。まあ、いろんな使い方があるんですけど、この使い方をマスターすると、あの、OK です。ケ、OK、ー。まあ、僕のあの、感情貯金の使い方で、あのね、ムカつくっていうね。ムかつくっていう。あの、他人の青い芝生っていうのはねあ、見、見えるわけじゃないですか。僕も、あの、見えます。例えば、久保さんですよね。 あの、久保さんなんか毎日やりとりしてて、くそーみたいな。商品売らなくてもなんかのの、のんきに暮らしやがってくそーみたいなね。<laughs> 俺、毎月商品売ってせあの、自転車創業5年やってんのにくそーと思ってね。まあ、それは自分が悪いんですけどね。で、まあ、いい、要は、その、なんかその、 劣等感とか、に、妬みとか嫉妬だったりとか、ムカつくっていう感情を自分のプラスに変えていくってことですね。いっぱい貯めて、いっぱい貯めて、それを自分の原動力にどんどん使っていくってことです。でも多くの人はこの使い方を間違って、なんかその、なんか、うん誹謗中傷行ってみたりとか、なんかその、他人を攻撃してみたりとか、かその他人の攻撃とかしないんですよ。 要は、自分の歩く全身に使うってことですね。多くの人はうまく使えない人っていうのは、書き込み書くんですよね。ネット上には。あだこだ、みたいなね。まあ、そんなやってもね、人生変わんないんで。ね。人間っていうのは感情があります。で、この感情をどのようにコントロールするかも大事だし、この感情をどう使うかも大事なんですよ。 で、このコントロールの仕方と使い方をマスターすると、もう何でも自分の全身に使えるんですよ。自分の人生を生きていくために、あの、必要なそのエネルギー源。まあ、あの、車だったらガソリン入れないと走んないじゃないですか。だから、人生においても人間っていうのはね、虫さんと違って感情があるわけですよ。わかりますで、その感情があるから映画が見れるんですよ。感情なかったら映画なんか見れないですよ。どうですか。何も感動しないし、何も感じないんですよ。 映画見ます ?2 時間も。見ないですよ。そこに何か感情が動くから映画見れるんですよ。楽しかったなとか、感動したとか、いいなとかね。わかりますだから要はね、人間っていうのは、あの、感情をどのように満たしていくのかだったりとか、えー、感情をどうこうコントロールして使っていくのかっていうのが、もうそもそもの人間という人生なんじゃないかなと思います。虫とかだったらね、多分感情がないんであれだと思うんですよ。 まあ、アリさんとかも感情ないと思うんですよね。わかんないですよ。アリになったないんで。でも、アリに心があるのかっていうと、多分、ないと思うんですよ。心っていうのは。まあ、その人間の概念がアリにあるのかっていう。でもし人間の概念心、感情があるんだったら、アリは多分、うん、多分ね。まあ、アリの中でもね、たまにいるんですよあの。全然働かないやつも。だけど、9割9分ねもう、もうなんか言われたことずっとなんかこうやるわけですよ。 でも、もう、なんだろうな。感情があったら、多分ね、ああいう形にはならないと思います。うん。だって、その、いや、女王、女王俺が女王、俺が、俺が女王だ、みたいなね。その、女王ありはもう、なんかもう絶対地で、それに対して、こう、なんかその、働くわけじゃないですか。でも、感情があってね、ワンピースなルフィみたいなね、いや、俺が女王になる、みたいなね、出てきたら、<laughs> 多分ね、成り立たないと思うんですよね。だから、これはね、 なんかね、社会っていうのは、まあ、アリ、アリみたいな感じですよね。<laughs> まあ、そういならば、あのー、感情をコントロールしている。感情をコントロールしている情報操作して、体衆の感情をコントロールする。そして、アリのごとく、この、綺麗に整列させて、綺麗にこうやるっていうね、実は社会っていうのはね、アリ、アリ、アリのようなね、アリ王国みたいなね。 まあそれは情報操作、人間の感情をコントロールして、えー、こういうふうにこう向かわせるっていうことをし,しないと国が統制し,しないっていうにね、このなんか裏事情もあるんですけど、まあちょっと話を戻すと、まあ人生っていうのは人間の生きていくっていうものは、まあ感情をどう満たしていくかが、感情をどうコントロールしていくか、どう使っていくか、これがもう全てです。感情が満たされていない、幸せって何なんですかと。 幸せって何なんですか幸せっていうのは感情が高ぶった時、揺れた時、何かこう、心が震えた時、幸せを感じたりとかね、穏やかになった時に幸せを感じたりとか、その感情のこの波なんですよ。なんかこの波をね、理解する。感情の波を理解する。満潮なのか、えー、なんか潮がね、こう潮も満潮があったり、こう、この、なんだ、去ったったりするじゃないですか。感情にもその波があると。それを理解して、自分の感情の波をこう、 理解して乗っていくっていうねそう感情波乗り投資みたいな <laughs> 言ってらっしゃい